角ですとか野上ですとか中山が務めていたこの右ワイド、あまりこれまで菊池がそこでスタートから出るという試合はなかったんですが、あとこの左サイドのところですね、おそらく名古屋が右菊池が入ってくると思うので菅とそれからパクミンギョ、はい、今ゲームが始まりました。センターバックの真ん中に三國ケネディエブスです。右にこちらが内田、戻します。内田逆サイド徳本手を挙げますが菊池左のクロス、山岸のボレ ー、 いやー失礼、長いのボレーです。ボックスの中白井がいる、鈴木ワンタッチ、高尾から近藤です。徳本が対応、縦に行った、おお早い、えぐった、鈴木武蔵流れて小前、先制札幌、右から崩した、小前の今シーズン5点目、ランゲラックの牙城を崩しました札幌、負けられない札幌が1点を先制です。あ、近藤のプレーが全てじゃないですか。ここの神村主審は前半終了のホイッスルを吹きました。1対0北海道コンサドーレ札幌が狛江のゴールで先制をしました。課題だったところどうしてくるか、逆に札幌の方はそれを裏返すことできればというところですね。後半の45分が始まりました。エンドが変わっています。大崎経由して高尾です。低いボールで菅が来た、裏のスペース、ユンカーと山岸、山岸が先に触った、ポストだ、ユンカー、またオフサイドですか。このシーンですね、はい、後ろから長いボール入って、本当ギリギリですねこれね。この後のユンカーのねボールちゃんと捉えられなかったっていうのはちょっと気になりましたけど、ただここねうまく頭当てましたけど、ここからどうするか、ユンカーちょっともらいに動き出し、裏に菊池が出てくる、菊池だ、ポストを押し込んだ山岸は、ボールは上にそれました、決定機でした。これユンカーが下がった瞬間ついてきた相手に対して与えたスペースを出てきたと、菊池がこれそのまま菊池ね入るかなと思ったんですけど、右足で蹴ってちょっとカーブかかったんでしょうね。森島どうする、菊池左の徳本、さあクロスがあると、徳本、徳本のクロス、山岸を奥田、稲垣が来た、チャンスは作っている名古屋、あとは決め切るのみ。裏のスペース、ユンカー来た、ユンカー、これもポストだ、今日はポストが立ちはだかります。アウトでね、触るあたりがユンカーらしいと言いますか、ユンカーの凄さでもあると思いますけど、こここれうまく稲垣もユンカー生かすパスで、ボールがちょっとカーブかかったっていうかね、逃げましたね、はい、外にね、ちょっと当たってるんですかね、触ってるかもしれないですね、はい、刈り取った、アラの狙ってきた、ーキーパーランゲラックで、いわゆるトップ下のようなところに菊池、そうですね、あここは笛が鳴りました、イエローカード、あっと三國2枚目ですか、三國ケネディエブス2枚目のイエローカードで退場。パクミンギュ中に鈴木武蔵、ラストパス、鈴木武蔵だ、2点目札幌、結果を出した鈴木武蔵、リーグ5点目、勝ちが必須な札幌、ここで試合終了のホイッスルです。北海道コンサドーレ札幌、まだ諦めない J1 残留。